医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルへようこそ。こんにちは、河村信也です。今日事務長まっちゃんシリーズになりますけれども、ご紹介していただくのはクレジットカードです。まあ皆さんもですね、クレジットカードいろいろ試されて結構マニアックに知ってるよという方もいらっしゃるので、もしかしたら知ってる方は知ってるかなと思うんですけれども、まっちゃんが紹介していただくのはラグジュアリーカードというものでして、ちょっと私もですね、まっちゃんから聞くまでは知らなかったんですけれども、結構特典などを見てもですね、開業しているドクターにとってはメリットが大きいカードの一つかなと思いますので、ご紹介を聞いていただければというふうに思います。インタビューの後にですね、最後にまとめる時間を私が作りますので、ぜひ最後までご覧ください。それではインタビューからどうぞ。これからの時間はですね、お隣にいるプリュームレディースクリニックのまっちゃんことですね、松本事務長と一緒にお伝えをいたします。まっちゃん、よろしくお願いします。はい、事務長のまっちゃんです。よろしくお願いします。はい、まっちゃん、今日は何を紹介してくれますか？今日はクレジットカードを紹介したいと思います。クレジットカード、なるほどなるほど。まっちゃんが紹介してくれるので、結構なハックを積んだようなクレジットカードなのかなっていう感じですけれども、そのカードっていうのはどういうクレジットカードになるんですか？名前から言っちゃうと、ラグジュアリーカードというちょっと怪しい感じのカードになります。怪しいっていうか、名前だけ聞くとっていう感じですけれども、ラグジュアリーカード、はい、あんまり僕も聞かないカードですけれども、それは何で知った感じですかね？まだ比較的新しいカードなんですけれども、インターネットで調べてこれにたどり着きました。で、それをまっちゃんがインターネットで知って申し込んだってことは、結構特典も多いのかなと思うんですけれども、持つメリットみたいなのがあったらちょっとご紹介していただいていいですか？クリニックの経費であったり、さまざまな支払いをすることがあると思うんですけれども、一番大きな費用になりがちなのが税金だと思うんですよね。各種住民税、あと予定納税とか、今ちょうど税金を払うタイミングに来てるんですけれども、カードってポイントつくじゃないですか。はいはい。普段、楽天のカードを使っていたので、楽天ポイントつくわと思って楽天カードで、1回支払ったことがあるんですね。で、そうするとですね、税金って手数料がかかってしまうんですよ。で、大体手数料が 0.8% 分ぐらいかかっちゃうんですね。はい。でも楽天カードで 1% つけばいいなと思ってたら、なんと税金の支払いは 1% じゃなくて 0.2% しかつきませんよっていうのが後で分かったんですよ。確かに結構支払えるカードはあるんですけれども、ポイントがつきにくいっていうのは僕も知ってて、体感することになったわけですよね。このラグジュアリーカードはどうだったんですか？ただ税金ね、クレジットカードで払ってでポイントがつけば、すごくいいのと、あとはこう時間を選ばずに払えるのがいいなと思ったので、ネットでもう税金クレジットカードっていうキーワードで探しまくりました。税金を支払いができるカードを選ぶ上でちゃんと見ておかないといけない視点が2つあるかなと思うんですが、1つが先ほど言った手数料、0.8% よりも高いリターンのポイントがもらえるかどうか、これが1つ目の視点で、もう1つがどうしても高額になりがちなので、上限の枠がどうなっているかと。大体ね、カードでショッピングで300万円、キャッシングで300万円の600万円が上限ですよみたいな、多分これご覧になっているドクターの方々はもっと多くの税金を払われていると思うので、枠が足りなくなってしまうと。なのでこれをちゃんとクリアできる、その2点が、非常に重要かなと思います。ラグジュアリーカードはそれを満たしてたっていうことなんですね。そうですね。でラグジュアリーカードも、さっと申し込みができるのが一応3種類のカードがあるんですけれども、年会費がですね、安い方からチタンカード、これ年会費5万5千円、税金とか全ての買い物に対してポイントが 1% の還元です。その次にブラックカード、これが年会費が11万円で、ポイント還元率が 1.25%、 その上がゴールドカード、年会費が非常に高額で22万円しますが、ポイントの還元率 1.5% あります。そうすると先ほど言った税金の逆ざやみたいなのは、絶対起こらないというか、なんだったら最初の、それでも安いのかどうかは別として、チタンでも逆ざやは起こらないような感じで、結構いいなと思ったんですけれども、こ
これって割と誰でも入れる感じなんですかね。これまっちゃんに聞いていいのかどうかわかんないですけど。もちろんその審査の基準はどこのクレジットカードも明らかにしないので、誰でも入れるかというと何とも言えないですけれども、まあ、インターネットを調べている感じですと、年会費5万5千円のチタンカードは割と年収300万400万円の方でも審査通りましたみたいな報告は上がっていたので、開業医であれば絶対に大丈夫です。ちなみにそのポイントって何のポイントでどう使えるようなポイントか分かりますか？そのポイントをまあ様々なものに移行して使えますので、まあ、一般的なものは何でも使えるようなイメージです。1ポイント1円みたいな雰囲気ですよね。基本はそうですね。なるほど。であとは ANA とか JAL のマイルに入ることもできます。まあ、税金何千万という感じで納めるんであればそれにポイントつけた方が、まあ、有利なところも多いので結構いいお話だったんじゃないかなというふうに思います。それからちょっと2点目のポイントでこう枠の上限っていうのがまっちゃんあったじゃないですか。あれもまあ当然クリアできるっていうことなんですよね。はい、もちろん事前に連絡をしておいてこう事前入金サービスというものを使うことによってクリアすることができます。いわゆるデポジット的にしておいてそのデポジットの中からカードの支払いができるっていうことなんですね。はい、そうですね。多分これアメックスとかも同じような形でやってるかなと思うんですけれども、いつぐらいに、例えば1000万円のこういう支払いがありますよということを伝えておけば対応をしてくれるというそういう感じですね。まっちゃんはここのカード会社の人じゃないのでもちろん詳しいことは不明な部分多いかなと思うんですけれどもぜひね興味ある人は、まあ、問い合わせていただければと思うんですけれども、でなんかそれに付帯する、まあ、クレジットカードだったらいろんなポイントだけじゃない特典みたいなのもあったりもするかなと思うんですけれども。そうですね、高額な年会費のかかるカードですので、さまざまな特典がついているんですけれども、まだ私もまだ入ってばかりなので使い切れてはいないんですが、結構いいなと思ったのが例えば高級ホテルのラウンジでお酒が2つと、2種類フードとおつまみ3種盛りみたいなおつまみがついて飲めますよっていう特典があってですね。なるほど。それがホテルにもよるんですけども2000円とか3000円とかっていう金額でホテルのラウンジで飲めますよと。カード会員本人だけではなくて、同行者も同じ値段で飲むことができるので、例えば今度東京に行った時ぜひしんちゃんと一緒に飲みに行きたいなと思ってますじゃあ僕もその特典を使えるということなんですね。はい、あ、まあ、じゃあそのカードってどんな感じのカードなんですか？私が持ってるのはゴールドカードになります。あのゴールドカードですね、非常に年会費高いんですけれども実は1年目だけ年会費が半額になるようなキャンペーンを行ってまして、でこれ新生銀行のサイトから申し込みをすると1年目半額ですよっていうキャンペーンが受けることができます。なるほど、ハックっぷりがすごいなっていう感じですけれどもまあ、そういうのを利用すると、まあ、いわば下のプランと一緒の年会費で初年度は受けられるっていうことになるっていうことですね。ありがとうございます。今日はですねクレジットカードをまっちゃんに紹介していただきました。まあ、これからもですね同じようにですね皆さんも一緒にハックできるような内容のものをですねまっちゃんに紹介してもらおうと思います。まっちゃん今日はありがとうございました。はい、しんちゃんどうもありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。ラグジュアリーカード、まあ3つの、まあ、会員のパターンがこうありまして、まあどれを取ってもですね、まあ税金を払うというところでしたら、まあ逆ざやが起こらないということはいいかなというふうに思います。まあそのステータスにもよるんでしょうけれども、まあまっちゃん曰くですね、マスターカードの最上級会員と同じ扱い、まあ、要するにあのカードがですね、マスターの支払いになるんですね。まあ、例えばアメックスだったらアメックス、ビザだったらビザということなんですけれども、ラグジュアリーカードは
まあ、マスターの最上級会員と同じ扱いが受けられるということで、割と使えるところが多いので、その辺も安心材料かなというふうに思います。まあ、まっちゃんすごいのはですね、誰かから聞いたとかですね、まあ、開業してるとですね、いろんなところからいろんなお話ってこうあると思うんですけれども、自分で探して自分で調べてで自分で申し込んでっていうところでやってるっていうのが、まあすごいなっていうところなんですけれども、サイト自体は概要欄から行けるようにしておきますので、興味のある方はお問い合わせしていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。引き続きですね、皆さんに有効な情報をですね、このチャンネルではお伝えしたいなと思ってますので、よろしければですね、チャンネル登録等していただいて応援していただけると幸いです。それではまた次回。